始まるよということでね、レオン裏編最終パートをやっていきましょう。とね、このね、イビ店長で燃やし尽くそうかなと思って、結局火炎放射器を持っていく残数ということでね、もう進めていこうと思います。前回パートでね、なんかやっぱいらないかなとかと思ったんだけど、まあね、最後くらいね、景気よくね、うわーいやー全然倒れてくれた、ありがとうございます。そうそうそう。まあ、別に、ね、10分、なんか5分残してクリアしようぜ的な感じのところは、もうメダルかなんか取ってるんで、もういいかなと思って。で、はい。これはいらない。っていうことなんで、まあ、これゆっくりゆっくりと降りていきましょうと。で、まあ、この後に出てくる変態黒紳士さん。白紳士から黒紳士に来た。漆黒の戦士、ダークなんちゃらみたいなね。ダッサ。ということで、こいつを燃やしつく、降りてくるスピードが今恐ろしいくらい速かったのに、3倍速じゃなかった、こいつだけ。おー、入ってー、熱いんだよーつって。これで、ちょっと、近い。まさか、ちょっと待って、こんなことになると思ってなかった。やばい。予想だにしない出来事を燃やしてあげましょう。防弾チョッキがね、あれだからね、こいつはもう普通に燃えていいと思うんだよね。はい。ああ、気持ちよかった。そうなんですよ。よくよく考えたら、ボス戦戦う前の直前のところで、なんだっけ、あいついるんだよね。アイテムボックス。あいつって、ちょっと、生き物ね、ちょっと。いつの間に心臓を手に入れた。心臓を捧げよう。でーん、さあ、危ないぜ。引き返そうと思ったか、お前。よくも燃やして、あれコート燃えてない？あ、めちゃめちゃ燃えてるわ。すげえ。反映してる。知らんかったそれ。めっちゃコート燃えてるよね。跡形もなくなってるわ。あ、ここら辺のリアルさがあるんだったらさ、 G2 からさ G3、 もうなんかもうこればっかりやな。でなぜかレオンがね、なんか物が上から落ちてくるってなった時に手の角度、手の握り具合全部一緒って、ね、まだいけるさ。さあ行ってもらわないと。うん、行って果てて。おう、白のいっぱい出そう。白の代わりにまた。まあこれから弾保湿するからな。じゃあここでもう燃やし尽くしたからもうこれはいいとして、そうなんです。スーパータイラントになってくると、ねえ、普通タイラントと違って、残念ながらあんまりね、ひるんでくれなくなっちゃうからね。そう。俺、なんか表編の時やってみてびっくりしたんだけど、閃光弾バーンってなったけど、ピキーンってなって、ふわーってなるんだけど、全然それでもひるまないっていうね。むしろ投げたレオンの方がひるんでるっていうね。あれ、ちょっと待って。まあいいか、救急スプレーで持っていこう。じゃあこれで降りていきますんで、今頃ね、クレアちゃんがね、ガトリングマシンでダダ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 ってやってね、電車を今下ろしながらね、 G4 と戦っているところなんで、私は私でね、レオンとレオンが戦ってどうすんだ。日本語になってるんだもんな。勢いよく思いっきり喋るとすごい快活に言葉がペラ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 出てくるんだけど、その一方で噛む回数とね、それからわけのわからない言葉を言いまくるっていう回数が思いっきり増えるっていうね、そういうデメリットもあるんで、さあ皆さんお耳気をつけてくださいませ。ということで、なんか右腕をなんか引っ提げてね、来た、なんかごっついのが来ましたけれども、右腕の変化はどうなったのかってね、コートの下の中にこれを仕込んでいたとしたら、もう質量保存の法則もあらゆる角度で無視しているとね。さあいらっしゃいませ、ようこそ。ということでさ、最終決戦を始めようか。おら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 、できる限りのダメージを与えて死んぜようぞ。ふい、ひるんでやるんぐ、ざまざま、危ないぜ。さあ、貴様なんか、そっちに避ければ何の痛みもないんでござんすよ。さあ、ひる、あ、ちょっと待って。右側、左側に避けるのはあれなんだけど、まさか、ちょっと待って、危ない。そうそう、避けるのはあれなんだけど、ちょっと思ってない、思いっきりおっぱいに向かって突撃してたね、むき出しの真ん中に出てきてる心臓おっぱいのデート、じゃあ、修造おっぱいじゃないよ。もっと熱くなるよ。こいつ何なんだ。タイラントって言います。スーパータランツって言います。で、こんだけマグナムぶち込んでんのにさ、死なないってさ、飛んできた。あ、ガチャコント。で、とりあえず、まあ、回復しておいて、ね、油断大敵、雨あられっていうね。さあ、それぞれ壊してる間に、私はその右腕をぶち壊していくぜ。はい、OK。あ、ひるんだら痛み、ガチャコンしてくれなかった。あれくる、飛んできた。あったいなね。刺して抜いて、あ、OK、危ない。おっと、やばいぞ。よく気づいたね。そう、それは危ないやつなんですって。もう一丁。オッケー。こいつはひるんでくれるんだな。これはひるんだけど、おう、くる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 。あれ、ちょっと待って、なんか、動いていくスピードとか、あ、これは、やつからの合図だ。ティルリン。ロケットランチャーが、
上がりました。ガチャコン、まあうまい具合にこれね、あの中身が飛び出さずによくも出てきたらね、まあまあまあ上がんねえ、普通にポテトフライも中身が飛び出してくるわけじゃないからね。さあ果たして、あ、なんかこれ嫌な予感がするよ。あ、危ない危ない。さあお覚悟ちょっと待って、弾くんじゃなくて普通に外したわ一発、恥ずかしい。はい、ソーセージ、ハム、ベーコン、べっちょり、お疲れ様でした。はい、でね、この残り2発はちょっとほんと1発無駄にしたのがすげえ悔しくまれるんだけど、まあ、とりあえずそんなのどうでもいい。ベーン、すげえ朽ち果てていく。うー、気持ちいい。無限弾を使っていて、なんか下這いずってるよ。ほら、お疲れ。あ、まだお前隠しゾンビだな。残念、左腕を破壊しただけでも貴様の命は尽き果てるのでやんす。ということで、なんとか無事にスーパーチャーランズ戦はね、クリアすることができましたので、間に合え。電車よりも早く駆け抜けるレオン。そして、片腕で使う。そうそう、懸垂なんかさ、片腕でやろうと思うならさ、もうなんか3秒くらいしか捕まってられないから、今のってね、ほんとね、筋トレしてる身からするとね、すげえ握力半端ねえっていうのが、わかるんだよね。かっこいいな、レオン。さすが警察官になるだけ体力は違いますね。FBI テストって言ったら、1分間でね、58回以上の腕立て伏せができるんでなければならないですからね。にしても、あれ、こんなダメージ、この血っていうのもさっきのあのスーパータイラントのダメージが食らったから、これ、こんな赤まみれになってんのかな。赤まみれってそういえば昔、クレヨンしんちゃんが敵にいたね。好きなロッカー番号をパクられたっていうことが原因で温泉嫌いになって、まあ、お風呂嫌いになって全く入らなくなった。赤まみれってあの赤だからね、ほんとくっそ汚いわなっていうの。さてと、まあ無事にね、落胤してから脱出することはできたんですが、まあ無事かどうかは別か。落胤してから脱出することはできたけど、無事かどうかは別だ。さあ、それは一体なぜなのかっていうことをね、もうちょっとね、今から皆さんにお見せしようというふうに思うんですけれども。やったな。さあ。私が言った通りね。お目目が青いね。この子は、そうなんだ。そうなんだ。エンディングで初めて知って、で、このシェリーっていうのが、まさかそのウィリアム・バーキンと、それからアネット・バーキンの娘だっていうことを知ったとしたら、よ、知ったとしたらどうなるかっていうと、あの最悪科学者の娘だったら、今この手で息の根を止めておかないと、親のようになってしまうかもしれないぞっていうね、懸念がやっぱりさ、発動するわけじゃないですか。うん。まあ、そんなことはどうでもよくって、特にここで手に入るアイテムもないし、どうなんだろうな。なんかこれナイフクリアもできるっていう話を聞いたことがあるんだけど、まあ、ナイフでクリアする気がないっていうね。なんかよくわかんないけど、なぜか火炎放射器の燃料タンクがあった。それはいい。じゃあこれ向かっていきましょう。来るね。来た。あ、ちょっと待って。なんだ。なんか一瞬出てきたけど、まあまあ気にしちゃダメよ。ということで持っている武器を全て費やしていくぜ。ペッシャー、ここで弾丸のエラス嵐パッキュー、やばいやばい、よし、ブルーレプレゼント、お豆鉄砲食らうかな。よいしょ、これあれだよ、列車がどんどん侵食されていくっていうのか、なんか変な話だよな。さあ来るか。そうなんだよな。なんでこれ電車がね、無機物にもかかわらずさ、普通にこうね、ロケラン、あ、終わっちゃった。早っ、なんかもうちょっと、あ、すげえ焦げてる。ごめん、やっぱロケランって強いんだね。うん、改めて思って、ロケランは強かった。うん、車両を切り離して、お前もろとも爆破してやろうじゃないか。リオン、さよなら、お覚悟。今のあの扉がね、扉カバーか、刺さったら、さあ ICL のお時間だ。どうやらクレアのレーシックでは視力が弱くなってしまったそうだから、眼内コンタクトレンズで視力矯正、ひゃっふぅ、お涙ちょうだい、お涙ちょうだい、ぶっしゃあ、まあ、腐ったってスパイプ刺されるのも痛いし、普通に銃撃ち込まれてるのも痛いと思うんだけど、あれでよく生きてたよね。だってロケランにね、一つぶっかましてんだもんね。ドゥーン。でもこんだけさ、レールがガッシャコンガッシャコンになってんのにさ、なんで脱線しないのよっていう話だよね。相当なんかがんじがらめでレールと電車がくっついてんだろうね。いやー、愉快愉快。
ということでね、ここまで、まあ、騒ぎ倒しましたが、とりあえず RE2 無事にね、クリアすることができましたというところですね。いや、どうせ付き合うならジルみたいなお姉さんか、もしくはレベッカみたいな妹キャラがいいよね。でも付き合うならやっぱ二十歳になったあなたですね。でも飛んだ初デートになった。違う、26か。26で二十歳の体で止まってんだよね。まあ、でも男の人によってね、やっぱね、20後半から30前半くらいのちょっと売れたくらいの体がいいっていうね、まあ、そういう性癖の方もいらっしゃいますからね。まあ、でも僕はやっぱり20くらいのピチピチがいいかな。そして何の言われもないのに警察官というだけで中指を立てられるレオン。もうあのさ、マゲランぶち込んでやったら、そこのタンクローリーになんで首振られなくちゃいけない。なんで中指立てるの、なんだ貴様って。なんで Another day、 いいやつだった。Day after tomorrow、 朝。まあとりあえず眩しいな、すげえ眩しいな。とりあえずね、無事クリアすることができたんで、まあまあそれほどでもないかなというところでね。俺たちで、あー疲れたね。3人一緒なら大丈夫だ。なんだかんだやっぱバイオ RE2 はその同じシナリオとはいつ、あら早速12歳の女の子にも手を差し伸べてロリコンに走ったぜや。中学生以上だったらまだマシかもしれないけど、ね、最初のお乳さえもやってるかどうかもわからないの、小学生の女の子に手を出すって、やっぱレオンはもうちょっとやっちゃってまんな。ねえ、大向かってあげて。はい。ということでね、最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。最終パートくらいはね、ちょっとね、テンション上げてやっていかなきゃいけないかなと思ったんだけど、まあちょっと、皆さんにどう聞こえたかな。まあちょっと、すいません。どうしてもやっぱり、その日その日によっての収録環境っていうのが、ね、家族の事情とかもあってね、浮き沈みは非常にあったかもしれないですけど、今日はちょっとね、もう思いっきり騒いでも大丈夫な環境で今収録をしておりますんで、まあ、ありがたいことにね、こんなテンションでさせていただきましたが、やっぱこのくらいでね、なんか弾けてやっていかないと、ゲーム実況も面白くないなっていうのが個人的には思ったりするんでね、まあそういった部分で、まあ今後もね、バイオセブンを次回パート以降からやっていこうというふうに思っているんですが、そんなテンションでね、今後もやっていけるように、ちょっと環境を整えていきたいと思いますので、ぜひね、応援とチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押していただけたらというふうに思います。で今ちらっとお話ししましたし、前回パートか前々回パートくらいで、今後何をしていくかっていうお話をしたと思うんですけど、一応バイオ7やっていきます。で、なんでかっていうと、バイオ8のダウンロードコンテンツっていうのが10月の28日に発売されることが決まって、で、改めて E さんの物語っていうのを振り返っていこうかなっていうふうに思いましたんで、E さんの物語をね、やっていくにあたって、やっぱバイオ7っていうのが起点になっていますから、そこからやっていって、で、バイオ7やって、で、もう一回バイオ、懐かしのバイオ8やっていって、で、まあ、ダウンロードコンテンツに臨んでいこうかなと思います。ただまあ、それが10月27日までに終わるかっていうと、多分パート数的にはすごいもうちょっと短く終わっていくと思うんで、まあ、9月の半ば終わりくらいには全て完結するから、そこからの1ヶ月間何をしようかなとは思うんですけど、まあ、そうなったとしたら、まあ、ちょっと今までやったことのないバイオリベレーションとか、リベレーションズ2とかね、そこら辺をまた新たに買ってやっていこうかなというふうに思います。まあ、バイオハザードのね、実況者なんてたくさん腐るほど山ほどいるんだけど、その中でね、僕の動画に取り付いてね、まあ、ちょっとでも見てくださっている方、マニアの方がね、いらっしゃるということは非常にありがたいかなというふうには思います。まあ、最近はね、その考察動画とかが非常にね、面白かったりとかするから、まあ、なんて言うんだろうね、やっぱ考察って、当たったら楽しいし、なんて言うんだろう、予測の域だったとしても、ね、こんなことが裏で起こってたとしたら面白いよね、みたいなことを考えるのって、やっぱ非常に面白かったりしますよね。まあ、最近よくあるのは、やっぱワンピースが佳境を迎えているっていうところの中で、ワンピースのね、じゃあ、なんとかの身を食ってる人は、ああだこうだとかさ、誰々はこんな関係性があってとかさ、実はあいつは天竜人だったんじゃないかみたいな話とかってのもあったりとかするけど、まあ、そんなのはどうでもよくって、どうでもいいって言ったらあれだけど、そういう考察すること自体が楽しかったね。でも、当たり、当たった外れだみたいなね、こと言ったりとかっていうのも面白かったりとかすると思うんですけど、まあね、そういう考察っていうのも面白かったりすると思うんで、そういうね、動画とかも見ていただけたらと思いますし、まあ僕個人的には小ネタなんかをやって自分で再現してみるっていうのも面白かったりとかするんだけど、まあ、そこをね、なんか変にやったりとかすると、ゲームプレイヤーとしてのレベルが大して高くもない、クソ下手くそなところがあるんで、まあね、そこら辺はご了承いただけたらなというふうに思います。まあ、とりあえず、バイオ RE2 で死んだのは、クレア裏辺の時か表辺の時とか、G2 戦で一回やっちゃったみたいなことだったけど、それは大してなかったのかな、ちょっと記憶がないんだけど。で、次回バイオ7は、一応ね、アルバート・ウェスカーじゃない、アルバート・ウェスカー使えない、使いたいけど使えない。なんだっけ、アルバート001だったっけ、なんか新しく手に入ったハンドガンがあるんだけど、それを使いながらクリアしていこうとは思うんだけど、所詮はハンドガン、しかも相談数が3発しかないっていうところもあるんで、まあおそらく多分何回か死ぬと思います。7が一番なんかね、やり込んでないというか、
いまだにあの愛着が持てないっていうね、個人的にはね、なんかあるんで、うん、なんかカビっていうところがね、どうせだったらその、まあ、まあ人間なんだけど、ちょっと人間らしさがないっていうかね、ライカンみたいな敵って、どっちかっていうとそのバイオ4とかバイオ5に近しいところの敵なんで、まだ愛着が持てたりとかしたんだけど、バイオ7はなんとなくね、どうなんだろうな。まあ、あのすごい怖い恐怖、まあ、原点に立ち返ってるからいいっていうね、あのプレイヤーの声もあったりとかするけど、僕個人はやっぱり7とか8とかと比べたらね、あの8の方がいいかなっていうふうに思うけど、まあアイソレートビューっていうのがちょっと個人的に合わないっていうのもあるんで、まあ、好きなもので言ったらやっぱ4、5、6で、まあ、あのコーポレートプレイっていうのが結構好きなんでね、5とか6かなっていうふうには思うんだけどね、まあ、6はかなり不評なんだけど、まあ、ボリューム的にはあの弟とね、よく弟とか友達とかとよく一緒にバイオ6やったりとかしてたんで、ボリューム的にはバイオ6くらいあって、もうストーリーとかよりもまあアクション性でなんか友達とか弟とわちゃわちゃやりながらプレイできるっていうのが非常に楽しかったんでね、そこはいい思い出かなっていうふうには思いますね。はい、皆さんの好きなバイオハザード一体何なのか、またぜひねコメント欄とかで教えてくれたら嬉しいです。ということでね、まあ、まだもうちょっとあるんですけど、あ、そうだ、次回からバイオ7やるって言ったんだけど、一個だけ、前もお話ししてるんですけど、ハンクだけ挟みます。ハンクだけやっていこうと思います。で、一発撮りでやろうと思うので、クリアしたパートだけを撮ろうと思うんだけど、果たして、まあ、一発目で撮れるかどうかっていうところはちょっとよくわからないんですが、まあ、もし一発でね、クリアできたら本当にワキャーってところなんだけど、本当久々だからね、何回かね、クリアしたことはあるんだけど、もう、PS4 でコントローラーで、今だからマウスでやってるから全然操作性も違うし、で弟が持ってた PS4 を借りてやってたっていうのもあるんで、だからバイオ RE2 を最後にやったのが2年くらい前で、その今回のその実況とは別でね、でそれよりもさらにもっと前とかだから、本当に2年半とかそのくらい、大げさじゃなくリアルにそのくらいの期間やってなかったんじゃないかなと思うんですけど、まあなんとなくの記憶をたどってね、ちょっとうまくクリアしていけたらなというふうに思うんですけど、まあグダグダしたらその時はテヘペロンっていう方で、ね、許してもらえたら嬉しいかなというところです。はい。まあダウンロードコンテンツね、バイオハザードビレッジもあるし、RE4 もある、ね、だから RE4 もやるっていうのが決まっ、あのやるっていうか、あのもう発売されるっていうことが決まってるんで、それはまたそれでやっていこうと思うんですけど、だから年末年始あたりくらいか、一定肘も一気にぶつけたい。年末年始くらいから、またね、あの、バイオ4の、あの、普通の一般プレイの方をやっていこうと思うんだけど、まあ、前回、その、実況でやってはいるんですが、まあ、普通の、なんだろう、ノーマルでやったんで、ちょっとプロフェッショナルやってね、で、なんだっけ、なんかレーザー光線、名前忘れちゃった。なんとか412だからだったかな、412だから42だったか忘れたけど、あの、それを手に入れる冒険にね、今から、あの、その時は出かけていこうかなというふうに思っております。はい。それが手に入ってね、まあ、ちょっとラスボスサドラーあたりで手に入ったところをね、お見せしてね、あの一撃でお亡くなりになるってところをお見せできたらなというふうに思ってる。ああ、でもそれで言ったらあれか、なんかボス戦でそれを使うみたいな、シーンだけをまとめたやつにしてみようかな。うん、そういうのをちょっと作ってみると面白いかもしれないね。ボス戦だけで使う。まあ、中ボス、チェーンソー男とかさ、ガラドールとかさ、サラザール、サドラーとか。あの、クラウザーにあれ聞くのかな、ちょっとあんま覚えてないんだけどね。はい。ということで、カプコンマーチが見えてきましたんで、そろそろ終わりというところですかね。本当に最後までね、ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。なんとかちょっとお盆過ぎになってしまったんだけど、実はね、京都は今日までがお休みなんで、僕はお盆中にクリアすることができたというところ、まあなんかね、そんな言い訳をしておきたいというふうに思います。はい。ということでね、バイオ RE2 ね、レオン表、レオン裏、クレア表、クレア裏、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回、ハンク挟んで、またバイオ7の実況もお楽しみいただけたら幸いです。ではまた次回パート以降でお会いいたしましょう。お疲れ様でございました。さよなら。バイバイ。